おにゃさんがゼータ辞めるまであと16日か。ゼータ引退式。即契約書ピリ。うわナイス。これはクリッピーライブラインならさすがに。話聞いてないし周り見てないし何やってんの。ラガンでラガンで何見てんだよ。スタルが焚き付けしてないぞ。俺マスター行くまで米抜いていい。さあやばいよな。インまだすか。で。インしますね。はい。インして。あと一応もいじったんで FPS も全部また再度。何いじったって FPS をちゃんと299マックスにして。ああ、そっか言ってたね。じゃあ早くログインして。うん、おいおいおい。うん。おしゃれ持ってくるか。俺、ファイヤー今どんな顔してるんだろうなって想像してた。ファイヤー。あ何今、お前、笑顔か。いや。早い。呆れてる。呆れてる。おにゃこんなんで笑顔なんでやめてほしい、ファイヤー。おにゃスパイギアにこれやったから笑顔になってくれればダサいわ。俺がいやでもこれで笑顔これで笑顔やってたら多分さらにその先行ってるよ多分もうだよな。うんだってもう期待してないってことじゃん。そう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 、うん、期待してるからこそまだ半信半疑って意味じゃん。そうだよ。はいはいはい。それでいいんだ、それでいいんだスパイギア、それでいいんだよお前は。お茶取ってくる。早くしろよこいつ。本当にバケモンなのにやって。あと何日残り16日か。16か。おにゃさんがゼータ辞めるまであと16日か。もうこいつ本当に辞めるんだろうな。そして俺も解放されるのか。おにゃはでもどうすんのっつったら、次もやりたいって言ってたよ。ファイヤー。俺はやりたい。ここまで学んだんだからやりたいって言ってたよ。あ、そう。うん。いいっすよ、ファイヤー。まあ、そうですか。うん。いつよ、おにゃ。うん。おにゃゼータ辞めるのか。まだわかんないでしょ。16日でマスター行ったらだってやめないでしょ。あ、おもろそうだから俺が、それおもろそうだからガチでやめさせようかな。ガチで言おうかな。鬼やめさせてくださいって。言ってよ。おもろそうだから。ゼキさん。残り3日くらいになったらさ、どっか会場押さえてさ、どっか会場押さえて やろうぜ。客入れて。リアルタイム、いけなかった。ゼータ、引退式。即契約書ピリ。なんだ話やりそうよな。面白そうっつって。うん、岩田さんあたりやりそうよな。いいね。やりそうだ。普通に一発入れたためにオニア普通に蹴りそうだよな、うん。ハッシーが多分すげえ花束用意してくるよ。オニアさん、今でアダシャっつって。ガキつかの山崎。そうそう。やめへんで。やめへんてってずっとやるんでしょ俺毎回。毎シーズン。これファイトじゃねこいつら。違う？今向こうは向こうでやってる。終わった。じゃあこれファイトしたらダメだな。自分ドーム使ったらいると言ってんの。上のやつらが向こうに当てに行くと思うんだよな。屋上行ったら絶対勝負になるから、おとなしくしてていいと思う。絶対やるじゃんこれ。あー行くね俺。行かせようぜ。ウルト入れるわ。これウルト入れる。あり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 。でこっちやる。タイム行ったね。オッケー1人終わった。終わった。マジ1人瀕死。行こう行こう行こう。入ってる入ってる入ってる。行こう。なんかノックしてんな。あ、ノックしてる、ノックしてる。ああ、ああ。ごめん、俺ゴミだ。鼻くそ、死にたい。サル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 。あ、年、ありがとう。神、お前神。うわ、つえ。される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 。うわ、ナイス。おいや。オーニア。お前。おい。やれ。うわー助けられたオニアにやれたよ。やるじゃんオニア。マジかエヴァハチだわ。オニアオニア、これはクリッピーライフラインならさすがにオニア。今宿ったケイチさんが頑張って出ないで出ないでっていう。え、だから奥のパスはどうなってた。お前今のすごいわ。おやれえらオニア。オニアえらお前。これはちょっとミニマルケイチさんいた心の。らオーニア。いやーよかったよかったよかった。いやマジナイス。これはもうライフラでいいね。さすがに。いやマジでお前ライフラか輝いてる。あー割と180点だろ今の。ね。キャリーだろ。チャンピオンって出た。もう感動したわ。俺も感動した。かぶり。レステスタイルじゃなんか。ファイトですかね。シャニー構え、あ、待って、被ってるわ、ここいる。そうだよ。そっちに行く、もう無理、これ。いいっすか。最悪、うわ、出待ちされてた。あれ？
またミスったわ。ごめんなさい。これいや、しまったけどね。いや、やってるやってる。裏サイドは、裏サイドが上行った、上行った。こっちね、タイマー落ちちゃった。おにゃー、起こされてる。ドローミスが全部。いや、まあそうよね、さすがにそうよね。いや、ドマロックでよかったな、ひよった。いや、そうよね、これはすまん、もう無理だ。誰だ、戻ったやつ。すまん、今一旦俺時間作っちゃった。テクニカルタイムアウトした。なんなんこのメンタルやられてる時に戻るやつ。いや、結構俺初動ファイトマジできついんだよ、このゲーム。てかね、初動ファイトきついじゃないですか、見て周り。オッケー、見なさすぎよお前。こうなった時一つになれるんだよな。やっと今日一つになれる時間やってきたな。こっからもろう。それだね、そうだね。こうなった時やっともれるんだよな、俺たちは。そう、俺もチャンピオンを手に取ってさ、ギアの機嫌良くなっておかしいって聞いたんだよ。なんかふわふわしてんだと思って。俺聞きたかったこれを。何聞きたかったって。カツを入れてほしかった、ポルトオニアに。スパイヤーのカツを入れてほしいんだよね。だって話聞いてないし、周り見てないし、何やってんの。かぶってるって言って、かぶってるって言ってんじゃん、3秒前に。何着地してからかぶってるなんだよ。何やってんのお前。かぶってたんだよな。かぶってるって言ってんじゃん。しかもここ降りるって話してん、どこ行ってんの。思った以上に近くてた敵は。何やってんの、コメント見てんの。こっち画面見ろや、マジで。コメント消してます。すみません。マジでサングラスさん外して何見てんのじゃ。最初に動けた俺が悪い今。なあ。俺が悪いよ。サングラスもよ、外してよ。何見てんだよじゃあ。俺が動けた。ラガンでラガンで何見てんだよ。言ってんじゃん何回も。俺が動けたのが悪かった今の。聞かねえじゃんお前。俺が悪い。聞く前に言ってくれよ。最初に動けちまったから。俺が悪い。周り見ろ周り。見てる。ボンチボンチいるからな。被ってねえよ。失礼、これ謝るわ。見てねえじゃねえか、周り。弟怖くてよ。お前見ろよ。もうスパイゲーに怒られるの怖くて。お前見ろよ、周り。あ、怒りたくて怒ってねえって。スパイゲーが手をかざすだけで俺殴られると思って、やばいじゃん。かざしてねえじゃねえか、別に。あなたも痛み覚えちゃってて。ギアさん、マジであげます。何、ちょっと待って。やめてよ、ほんとに。いじめてないじゃん、別に。ビクってしたんだよな。でもゲーです、悪かったよ、さっきは。何、別に。ごめんなさいしよう。何が。俺、喧嘩後の気まずく、すごい嫌いで。別に喧嘩じゃないじゃん。悪かったゲー。喧嘩じゃなくて。反省会だよ、反省会、うん。喧嘩じゃないんだけど、そもそも。認識が間違ってるよ、おねや。俺、ちょっと、怖いがされると、部活に行けなくなっちゃうんだよ、俺。だから、喧嘩じゃないって、そもそも。気まずいな。喧嘩じゃねえ、これ。うん、喧嘩じゃない。じゃあよかった。俺は喧嘩じゃないと思ってるけど。じゃあよかった。でもね、さっきのやっぱあったから、むしろ、待つ。俺があまり全部見るわ。バーステフあげる。なんか、機嫌取るために、なんかすごいピン頑張ってない。気のせい。やめてそれ。仲間同士で機嫌取る。なんか俺もやりづらいからやめてそういうの。なんか。いや、機嫌とかないやん、仲間同士。そうだよね。いいことじゃねえか、報告は。本当に。だから、一個表現がチクッとすんだよな。じゃあ。機嫌とか。なんかピンがなんかすごい焦ってるように感じるんだよ、なんか。違う。なんかチクチク言葉感じるな、俺。いや、そんなことない。ピンありがとうでいいじゃん。うん。怖いよ、俺と。機嫌って言われると、あれ？お前らが言い出したんだけどな、機嫌は。何そんな恐れてんだよ、ファイヤー。俺ね、俺思うんだよ。スタルが焚き付けてる説があるだろうな。え？いや。スタルが焚き付けしてないお前が始めるんだろ、いつも。お、スパイギアの悪魔が来るかみたいな、プリ作るから、ギアが走っちゃうんですよ、恐れしたみたいな。急に実況入るよね。爆発物で、そう。俺、黒幕スタルじゃないかと思ってんだよ、俺。アルティメット促進剤を発見。そんなことね。しげならいいんだよ。お前が悪い。お前はじゃあ俺悪い。お前がいつも始めてる。俺がファイト勝てば問題ねえから。そうだな。確かに、まあ、ヌーがファイト勝ってるわ。もうダメな時こそでも考えてやる。オニアここでいつもダメな続くと、うわーダメだーってなるけど、ダメな時やっぱね、別の手試すんだよな。俺それを証明したいんだよな。
オーバーウォッチやって同じキャラ使ってダメだったら別のキャラに引き換えるんだよね。わかる。この日のあれとかもあるし、敵のピックにもあるし。あるね。ゲンジからアナみたいなね。そう。ゲンジからアナ。うん。まあ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 キャラ変えるってことね。いや何も分かってねえよ。なんでおばもの話題振るわけよ。まあ、適当に言うなよ。そうなるやん。いやそうなるやん。本当に。さすがに。何も分かんない。だからそのアタックの話題振るぜよ。いいよ。いいよ。じゃあ早く出して。TRG から AK から TRG とかでしょ。まあでもまあ単純に考えるとかもな。まあそうそう、単純だな。まあでもアナからゲンジはできないんですけどね。うん、勝たんだよマジで。わかんねえんだな。乗ってくんだよ。あの手先あげるわ。2人で待ってる。全部あげる。肉ねえんだよな。ちょっと待っていい？結構いいよ。俺バナナ食っとくわ。はいよ。バナナ食ってんだ。うん。何食ってんの一日最近は。何食ってんだろうな。あんま食ってないでしょ。でも米抜いてるな。米抜くのすごくない？米食った方がいいよ。ギア、あれでしょ、ケトでしょ、ケト。玄米食ってる。糖質制限で米やるとハゲるって言わない？あれ本当？あれやるかもな。ストレス的なもんありそうじゃない？糖質制限じゃないと。いやー、まあでも玄米食ってないんじゃない？米食わねえとマジ確かにハゲるほど腹立つからな。やっぱイライラすんの？イライラする。イライラする。なんでなんだろうそれ。俺マスター行くまで米抜いていい？オニア。やるだわい。マジで耐えのことに最悪バヨイなの。マジで多分。みんな見たいでしょ。オニアクソ切られるよお前。名前聞いたら二度と名前聞えねえよ。でも俺ギアに切られてさ、エイム一段階向上したんだけど。じゃあいいじゃん。火力出てんだよなギアに怒られたから。適度な負荷必要なんだよ。気持ち入るんだよね。